も皆さんこんにちは、ゆみです。ニコニコ超パーティー2022にやってきました。なんと来場者数も2日間で総計1万人を超えるという国内最大規模のネットイベントということで、今回はピアノドッキリ in ニコニコ超パーティー。 YouTuber がニコニコのイベント来て大丈夫ってたくさん聞かれましたけど、安心してください。今回は1日カメラマンのバイトで来てます。今年のニコニコ超会議で僕カレー屋の店員やらせていただいたんですよね。まああの時お店の先輩たちにかなり厳しく指導してもらったけど、今回は先輩に怒られないように努めていきたいと思います。結果あのカレー屋が繁盛したという功績もあってか、まあ、超パーティーでも今回カメラマンやらせていただくことになりました。もしも超パーティーのカメラマンがプロのピアニストだったらやっていきたいと思います。では行ってみよう。 GO!これいいですね。こっち、こっちいいですね。ああ、練習しましょう。こっから先アリーナで他のカメラマンと合同の撮影も入ってくるから、一層気合い入れつつ柔軟に対応していかなければいけない。
して失敗もう失敗間違い探しに終わればまた回るのもう一回もう一回私は今日も転がりますと少女は言う少女は言う
ールしてくれ。いるぞ。ワン、ツー、スリー、フォー。エアリン、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 ネットの向こうの前でも。スーパーアリーナでピアノ1台での演奏、マジで緊張しましたが最高に楽しかったです。髪のぐちゃぐちゃ具合がね、曲全部伝わってたのすごいな。頑張った具合が分かるよ。はい、ということでニコニコ超パーティーで歌い手バンドの皆さんとローリングガール、そしてピアノソロでニコニコメドレー聴かせていただきました。
最後やります。全部廃墟になってもあのカメラマンとしてくれてくれ。